さあこんにちは。今日はなんと、はい、造産内科クリニックさん、はい、ご協力のもと、はい、病院のシーンを撮らせて、なんとありがとうございます。どうもありがとうございます。8月11日公開映画幸運の犬、造産内科クリニックさんの全面協力のもと病院のシーンの撮影が行われました。もしかしたら本物の本物の先生でいらっしゃる。あ、ゾウさん内科クリニックの森山と申します。はい、先生のことはイケメンなんですけど、すごいかっこいい先生が、そのあの、で、あ、毛もね、あ、すごい、なんかちょっと、似た系統でもこんな、こんなところで撮影させていただいてありがたい。本当にありがとうございます。お医者さん、ね、お医者さん役の偽物だった。最初ですね、こちらの方にちくわの方から、お願いしますっていう話があったと思うんですけど、その時は正直あのいかがでしたでしょうか。怪しかったです。夜7時ぐらい、急にアップなしだと僕思ってたけど、全スタッフが警戒しました。このシーンではですね、病院の先生マサさんに、ゆうたさん、そしてしゅんくんが、天くんの様子を聞きに来るというシーンを撮らせていただきました。本日は、造産内科クリニック様より、院内のシーンを撮らせていただきました。はい、8月11日幸運の犬上映会が、新橋のタウンハウス東京さんの行わさせていただきます。それと同時にオンラインで、上映会も、行わさせていただきますので、ぜひ皆さんご覧いただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ありがとうございます。くしゃくしゃな僕の顔、明日へ旅立つ。嫌なことは忘れちゃいましょう。忘れた。何ですかその犬。これは幸運の犬。幸運の犬。思っていた以上に進行が早いですね。テン、テン、てめえ、あの子はやめておいた方がいいよ。この夏、泣き虫親父の前に現れた一匹の犬が起こす小さな奇跡のラブストーリーをあなたと。どうか僕のことを忘れないで。幸運の犬。